か可愛らしい妄想ですね。そうかしら。私の趣味じゃないわ。もう、琴美さんってば。だけど、サキさんとアカリさん、見つかるといいですね。見つからなくても、私は構わないわ。やっぱり、今でもサキさんのことを？無駄話をしている暇はないわ。さっさとピンクマントを見つけましょう。敵を発見です。敵は3名ですね。お料理しちゃいましょうか。のぞき出身へ。まだですね。このお嬢様、耐性属性です。その攻撃は効きませんよ。お嬢様の手にかかり、敵も本望でしょう。敵は残り2名です。もう少しですよ。お嬢様が2体の撃破。鮮やかでお美しいです。あらあら、敵さんがお散歩のようです。良いものがありそうです。探してみますか。3名いらっしゃいますね。手慣らしにちょうど良いな。呼ばないで。はっはっ、しっこい。歌方の安らぎ。ふっはっ、リーダー、敵を倒しました。敵を発見です。消えちゃうの。四名のようですが、まとめて片付けましょう。の安らぎ、ナイトメイ。お嬢様、本当に本当に素晴らしい。敵はまだまだ多いですね。焦ってつきません。なりました。敵は残り1名のみです。さあ、これで最後ですよ。イビルスカイ。お嬢様、耐性属性です。まだ。その攻撃は効きませんよ。敵がいらっしゃいました。お気をつけください。敵を発見です。どう対処いたしましょう。この気配は宝箱でしょうか。Thank you.
この先に進まれるのなら、敵を発見です。まあ、敵は3名です。戦争でも油断なさらずに。お嬢様はさすがです。吉野は鼻が高いですよ。残り2名で血の火を素早く片付けましょう。敵がいらっしゃいました。お気をつけください。敵がいらっしゃいました。お気をつけください。良いものがありそうです。探してみます。4名のようですが、まとめて片付けましょう。はっ、伏せなさい。決めた。リン、リン様、敵を倒しました。細い腕でけなげです。敵の数は減りましたが、決して油断がさらぬ。敵は残り2名です。もう少しですよ。まだよ。リユ様、ダメですよ。それだと耐性属性です。やりました。敵がいらっしゃいました。まだ動き2名です。ずいぶん少ないです。目障りなのよ。消えて、撃てなさい。まだよ。豚肩の安らぎ、ナイトメイ。お嬢様、状態異常です。早く回復をしてください。良いものがありそうです。探してみますか。敵を発見です。どう対処いたしましょう。消えて。敵は4名。こちらの先制攻撃です。消えて。まだ豚肩の安らぎ、ナイトメイ。お嬢様はさすがです。吉野は鼻が高いですよ。敵の数を切りましたが、決して油断はしない。残り2名です。もう少しだけ。まだよ。しずきをうなれ。お嬢様が3体も。まるで蝶の妖精。敵は3名です。先制でも油断なさらずに。お嬢様の手にかかり、敵も本望でしょう。敵は残り1名のみです。さあ、これで最後ですよ。
まだよ。敵を発見です。どう対処いたしましょう。ね、どうしたんですか？あんたはあの女のことをどう思っているの？え、あの女？あの女よ。裏切り者の自警団の女よ。あ、サキさんのことですね。リュウはサキさんのことが好きです。サキさんがいたからリュウは今皆さんと一緒にいられるんです。ちょっと強引なところはありますけどねふん。でもきっとそれがサキさんなんです。リュウたちが迷っていても次へと導いてくれるんです。素直っていうか迷いがないっていうか、そのリュウはそんなサキさんが大好きです。だからリュウはコトミさんにサキさんと仲直りしてほしいです。治る前が存在していないわ。もうコトミさん？でもきっとそれがコトミさんなんですね。素直っていうか迷いがないっていうかって、どうしたの？リュウ、とっても素敵なことに気がついちゃいました。何よ内緒ですまあいいわ、さっさと行きましょう。素直なところも迷いがないところもお二人はそっくりなんですよ、琴美さん。だからきっといつか仲良くなれると思います。お進みになられるのなら私がご案内いたします。あらあら、敵さんが…敵は4名。こちらの先制攻撃でしぶきを唸れ。スプラッシュ。お嬢様はさすがです。吉野は鼻が高いですよ。まだよ、残り2名です。素早く片付けましょう。消えて。お嬢様が3体も。消えて。まるで蝶の妖精がごとく。敵は残り1名のみです。さあ、これで最後ですよ。敵を発見です。どう対処いたしましょう。敵がいらっしゃいました。お気をつけください。敵は4名。こちらの先制攻撃です。目障り、豊の安らぎ、ナイトメイ。お嬢様、状態異常です。早く回復をしてください。敵は残り2名です。もう少しです。この敵は残り1名のみです。さあ、これで最後ですよ。まだセーブポイントですし、休憩になさいますか。
消えて。二名いらっしゃいますね。主人と従者でしょうか。消えて。歌方の安らぎ、ナイトメイ。お嬢様、再生属性です。その子。あらあら、敵さんがお散歩のようです。この気配は宝箱でしょうか。はっ。4名のようですが、まとめて片付けましょう。歌方の安らぎ、ナイトメイ。お嬢様はさすがです。波長風撃。予知のは鼻が高いですよ。弱っ。残り2名です。羽ばたけ。素早く片付けましょう。まだ、はっ、しつこい。お嬢様が3体も、まるで蝶の妖怪がごとく。残り弱いじゃない。メイドへお送りいたしましょう。